メロンが500万円。日本一うまいメロンといえば、夕張メロン。最高500万円の値がついた、まさにメロンの王様。夕張メロンは収穫までとんでもないくらい手間暇がかかる。厳しい品質基準に基づいて選ばれている。特徴は3つ。芳醇な香り、コクのある甘み、とろけるような食感。うまい。北海道の魅力を発信するおじさん。やっぱり、夕張メロン。稲津久志。